静岡ホビショー2022ショーンアップさんのブースにやってまいりました。こんにちは。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと僕あまり塗料のこと詳しくないんですが、はいはいはい、ショーンアップさんは塗料全般の展示ということで、はい、まあプラモデルからラジコンボディまで、まあちょっとね、弊社はまあ独特なちょっと特殊な変色カラーだとかメッキカラーだとか、ちょっと他にないような塗料を展開させていただいております。はい、まあそういう意味ではラジコンボディと職人さんとか、はい、まあ他、まあプラモ関係もいっぱい仕様の方が見えるということで、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。いきなりラジコンの作例がドンとありますね。これはこれもこの静岡ホビーショーデビューのワンドロップキャンディーっていうのを、はい、まあ、使用していただいて、ワンドロップキャンディーとその究極レインボーっていうちょっとこうレインボーで光る商品で、はいはいはい、マッキーさんに作っていただいた。はい、マッキーさんね、これは YouTube とか、はい、ラジコンマガジンの連載で有名なマッキーさんですね。そうです。うわ、すごいなこれ。ちょっとマッキーさんはね、もう色だけじゃなくてこの内装の作り込みとかですよね。そこがやっぱりちょっとすごいですね。すげえな、これをこのペースで作るマッキーさんとんでもないですよね。はい、でこれはこのショーアップさんのキラキラする感じの、まあ、こちら見ていただくと今この静岡ホビーショーデビューで、はい、まあ、新しい商品なんですけど、まあ、このワンドロップキャンディーっていう商品ですね。こちらは、まあ、通常のキャンディーっていうのはそのベースにメタリックシルバーを塗って、はい、その上にカラークリアを、まあ、キャンディーカラーをかけていくことによってその奥底にシルバーがキラキラ見えてキャンディーカラーの深みを出すっていうのが通常のキャンディーなんですけど、はいはい、このワンドロップっていうのは見ていただくと分かるんですけど、もう独自のこの配合でパールをもうキャンディーの中にも混ぜ込んでるんですよ、はいはいはい、でそうなるともうベースでメタリックを引く必要がなくなってくるんですよ。でこいつを塗るだけでキャンディーカラーのような色を出せるっていうのがワンドロップキャンディーだから非常に塗りやすい、手間がだいぶこう軽減されるキャンディーカラー。これ一色で完結するということですね。そういうことです。ただその一色で完結するんですけど、どうしてもこういう、はい、どうぞ、ポリカっていう部分で塗装をすると、はい、どうしてもまあ透明感、キャンディーカラーっていうのは透明感があるんで、はい、まあ、ポリカを 裏塗りをしていくと、まあ、色決めはちょっとね、やっぱりちょっと透き通ってしまうんですよ、はいはいはい、でそこでこういうちょっと裏打ちをしてあげる白で、これは黒ですね、はい、これ同じキャンディーなんですけど、裏打ちで全然そうなんです。白と黒とではちょっとトーンが変わってくる、ちょっと透過しちゃうので、まあ、この辺は裏打ちでいろいろ色のコントロールもできるんですね。そういうことです、そういうことです。だから非常に楽に塗れて、まあ、この綺麗なキャンディーカラーの発色が出るっていうのが今回の新商品、ね、じゃあこのマッキーさんの作例は、はい、この赤い部分がワンドロップですね。赤い部分ね、はいはい、はい、この辺ね、はい、これがワンドロップのこのストロベリーっていう色なんですね。あ、はいはいはい、いやちょっとじゃあホビーショー現場に来れる方はね、ぜひマッキーさんの作例で仕上がりを見てもらって、ねはい、まあ色塗装方法とかね、はい、マッキーさん結構解説してくれてるの で、ね、YouTube で結構出していただいてですね、はい、はい、いやちょっとこれはねぜひ会場で現物見てもらいたいですね、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。これがワンドロップ で、それとあと、まあ、この静岡ホビーショーで新しく商品化させていただいてるんですが、はい、まあ、テラクロームっていう商品なんですけど、はい、まあ、今までテラクロームっていうのは、うん、まあ、エアブラシで拭いていただく、はい、まあ、ベースカラー塗ってこのテラクロームメッキになる部分ですね、はい、拭いてもらってクリアってなると、どうしてもやっぱりエアブラシをされてるお客様での、まあ、商品だったんですけど、はい、まあ、今回この静岡ホビーショーでこの缶スプレーを出したんですね。でこれも一応3本セットになってまして、はい、ベースカラーブラックでメッキになる部分テラクローム
でトップコートクリア、この3本セットで、まあ、このエアブラシをお持ちじゃない方もこの色をちょっと楽しんでいただけるっていうものを出したんですね。これは、クリアがあるってことはプランモデルとか表面塗り用に、はい、でもいいですし、先のそこのポリカなんかでも裏からテラクロームを塗ってもらって、このベースカラーのブラックで裏打ちしてもらうとこういう表現になる。そういうことね。その場合はもうクリアは必要ないです。はいはいはい、はい、じゃあこれポリカにも定着はする感じの。します、します。はい、プラに塗るとこういう感じですね。これは3色、はい、ベース塗ってテラクローム塗って最後にクリアでフィニッシュしてます。あ、そうか。なんかこうだとポリカの方がやっぱクリア分が輝きが出る感じがあるんですね。クリアを乗せちゃうとね、やっぱりもうこの貴重塗料っていうのはもうどれを使ってもらってもやっぱりクリアの層が乗った分ちょっとね、あ、ちょっと表現が変わってしまう、はい、まあただ僕はあのラジコン系なので主にポリカボディに使いたいという方が多いんで、これとかなんか輝きがすごいですね。そうですね。なんで、まあポリカなんかでもクリア必要ないって方はこういう風に、あ、バラであるんですね。はいはい、ブラックとスプレーだけっていう。これブラックと普通のブラックとは違うんです。またちょっと違うんです。裏打ち用で。そうなんです。あのこのメッキ感の表現を損なわなくするブラックなんです。おお。じゃあラジコンのポリカ用だとそっちの2色。はい、そうですね。スプレーで手軽にこのメッキ塗装が楽しめますよという感じですね。へえへえ。まあこれラジコンのライトのリフレクターとか一部。まあいいですね、こういう感じのミラー表現す、はい、できると結構ねかっこよくなるので、はい、はい、まあ、あとはこっちはまた例によってマッキーさんの、あ、僕これ走ってるの見たことあります。フラカンの作例が飾ってあって、こっちはマジョーラ、あ、マジョーラカラー、あ、マジョーラカラーってなんか懐かしいですね。あの見る角度によって色味が変わって見えるというやつですね。希望の人気がありますね、マジョーラは。はい、いや、マッキーさんの作例は凄まじいけど、まあこれを支えているのがこの、そう、まあ、はい、あの支えてるって言ってちょっとおかしいですけど、はい、ショーアップさんの、まあ、マッキーさんにご使用いただいているという表現の方がいただいてるから、はい、そういうことで、ショーアップさんの塗料を使われて、はい、マッキーさんはこんな凄まじい作例を作り続けているということですね。はい、ありがとうございます。はい、で、あとこちらではパンドラさんの、まあ、ボディを使って、この3台はムイさんの作品ですね。はい、でこれとこれがさっきのワンドロップキャンディですね。あ、はい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 、これがワンドロップキャンディのマスカット、はい、でこっちがオレンジ、あ、これは一色塗るだけでこんな感じの、そうですそうですそうです、あ、なんかすごい深みがある感じで、そうなんです、綺麗なキャンディーカラーになるんですね。キャンディーならではの、はい、発色が。これはあれですね、パンドラさんの、パンドラさんのタンドラです。そういうことです。ちょっと昨日ムイ君に会ったんですけど、パンドラのタンドラってちょっと紛らわしいなって話してて、パンドラのタンドラなんですね。へえ。これもまた、はい、ムイさんマジョーラを使って、はい、あ、マジョーラカラーの3号スカイラインね。マゼランという、これはあんまりテクニック基本守れば普通にこんな仕上げになるってこと。簡単に、はい、これもマジョーラを塗って裏打ちでブラックですね。はい、はい、へー、はーい、そんな感じで、これはパンドラのムイ君の作例が並んでるという感じで、ムイ君もすげえな。あ、でこれパンドラの新製品らしいですね、タンドラね。そうですね、5月中旬発売予定ですね。はい、パンドラの新製品も入れますよという感じになってます。はい、こっちはまたマッキーさんの、こっちはマッキーさんです。はい、マッキーさんの作品ありすぎてね。あ、コーベットですね、これこれまたかっこいいな。あ、人形が乗ってます。あ、これは戦闘機調の感じで、これもね、ボンネットが、ね、あ、開いた。あ、はい、人形が、あ、これはあれか、ブルーエンジェルスだから、あのアクロバットチームのカラーリングなんですね。なるほど。あ、それで多分この戦闘機乗りのヘルメットになってるんですね。これもこれはあ
あのワンブロックじゃないんですけど、はい、従来の従来商品のディバキャンディーですね、はい、あの通常のキャンディーの艶消し版ですね。あ、はい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 、これはマット仕上げになってますね、2台とも。いやこれもかっこいいな。はい、じゃあこの辺はぜひ、はい、塗料を磨てらこの作例を見るという意味でも、はい、このブース結構すごいですね、はい、ありがとうございます、はい、あれあのじゃあこれもマッキーさん、はい、これはネオンカラーと、まあ、スクーキーって言いましてね、このブラックライトで発色する色があるんですよ。あ、はいはいはい、ちなみにこれがそのスクーキーなんですけど、はい、ブラックライトを当てるとこう、おお、光りますね。通常は何もないんですけど、はい、ブラックライトを入れると、あ、結構はっきり見えるもんですね。そうなんです、はい、じゃあこれはちょっとあの写真撮るときとか、はい、ちょっと部屋に飾っておくにも、ブラックライトだったらかなりかっこいい感じで。はい、じゃあこのブラックライト当てると光る塗料を使ったマッキーさんの作例も、はい、そうです、ほらほら、おお、あ、かっこいい。あ、これすごいですね。この日、この日中の明るさでもわかるんですね。そうです、そうです。だから、これかっこいいよ。真っ暗いとこでやったらもっとこうわかるですよね、はい、へー、これちょっと部屋でやったらめっちゃ上がりそうですね。そうおはい、そんな感じでね、はい、マッキーさんのヤリスの作例も飾ってあります。はい、じゃあありがとうございます、はい、あとはなんかボードとかこういうかなり、ね、はい、もともとね、あの弊社実写のカスタムカラーからのスタートで、あ、はい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 、だからまあもともと実写を塗ってる塗料、ウレタン塗料をホビー用に開発してるっていう。はい、でまあこのホビーショーとなるとこういうすごい作例を作る職人さんがいっぱい見えてということで、皆さんもご協力いただいて、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまあこの辺はちょっとぜひ会場に来てすごい作例を見ながらちょっと塗料の仕上がりを見てもらいたいですね。はい、じゃあ以上ショーアップさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。